トラブルが運気を呼び起こす。まあなかなかいいタイトルですね。確かにね、なんかこうできないこととかわからないこととかすごくね、そこに目を向けるってことは私はまあ結構いいことだと思うんですよ。これがまあ速稼塾のね、自己否定論ってやつなんですけども、なんて言いますか、自分のバカに気づくこととかね、自らのバカを回避しないことだと思うんですよ。自分がいかにねしょぼい人間で、モテなくって稼げなくって、であれこれわからなくって、だけどダサくって臭くってってところにきちんと目を向けると、じゃあどうしようかなっていうふうになってきて、いろんなね解決策とか方策とか見つかっていって、一個ずつ自分の苦手とか不安とかっていうのが消えていくんですよね。でもね、強がってね、あ、これでいいんだとかね、精一杯やったんだとかっていう風な自己肯定感にまみれると、もう何も進化しないんですよ。そこで話が終わってしまって、いやいや、まだ自分は負けてないからみたいな感じでね、いつまでも自分の衰えているところとか負けを認めないと、そこで進化しようと思わないんですよね。で、結局そういう人が集まると、お互いのなんか傷の舐め合いではないですけどね、お互い良かったねみたいな話になって終わりと、全員沈没ってことになるんですよ。でもそうではなくて、何をね自分が目指していくのかとか、こんなもんじゃないはずだとかね、まだまだ自分の人生なり、自分の時間なりね、自分の資産なりはまだまだいけるんじゃないかなっていうふうに、こういうふうにまだ自分がね達成してない、達成する余地があるっていうふうに気づいていくこと、これがまあ自己否定論であり、自らのまあ衰えとかバカに気づくことってことなんですよね。まあバカって言葉はあんまり連発するべきではないんで、この辺にしておきますけども、まだまだね、私たちは人生をかけて自分自身になっていくっていう、その旅をしてるだけなんで、今日が完成品ってことはないんですよね。未完成不完全の未完成不完全の日々なわけなんですよ。でもそれをですね、なかなか人は認められないんですよね。なんかね、自分は精一杯やって今の立場を得てるんだって思っちゃうんですけど、立場って何なんだよって話ですよね。大した立場かよってね自らが何かを成し得たみたいなねことを表現するのも結構ね寒いわけなんですよね。でしかもそれをね堂々と言ってしまう人もいるという。でもしね、それを堂々と表現したいんであれば、圧倒的に並外れたものでないと、それこそ2桁違う成果が出てないと、なかなかなんではないかなと思いますよね。で、私はね、この何年かを通じて、まあ、久保先生って言われることがむちゃくちゃ増えてきて、人に会えば久保先生、メールが来れば久保先生になってきて、で、私はね、他者の評価っていうのは真に受けるんですよ。あ、そういうふうに見えてるんだなと思えば、そういう呼び方に対して私はあまり嫌悪感がないんですよね。ただ私は自分から、なんて言いますかね、久保先生ですよと、そんな言い方をね、お願いすることもないですし、まあでもある意味速稼塾という塾ね、これをやった以上は師弟関係だなというところは認識してるんですよ。久保師匠がいて、それから塾生、いわゆる生徒がいてね、まさに弟子と師匠の関係っていうのはあると思うんですよね。しかもこれに対して多くの方が久保先生っていうふうに私を師匠とね見込んでくださるっていうことは、これは客観的に受け止めないといけないかなと思います。これは自己肯定ではなくって、客観的な評価をやっぱりね優先するっていうことなんですよ。で、こういうことがなかなか多くの人っていうのはできないのかなと思うんですよね。人にけなされたら、そういうふうに見えてるんだ、そうなんだ、自分はそういうレベルの人間だから、じゃあどうしようかなっていうふうにならないといけないのに、けなされたことに対して反抗してみたり、お前人のこと言えんのかよみたいな感じになってね、要するに足の引っ張り合いです。お前人のこと言えんなよっていうふうに、なんか客観的に見てもどうしようもない人が自分を批判したところで、お前もどうしようもない人だからねって言っても、自分のどうしようもないところは変わんないわけですよね。だからお前人のこと言えんのかよとかね、自分のことを棚に上げてっていう議論はすごく不毛で、結局自分が何かを成し得るエネルギーをね失わせてしまうんですよ。だからどんな人に評価されて、それが間違った評価だと思っても、自分のね発展の余地があるんだったら、そこに自分のバカに気づくところができるんじゃないかなと思って、もう一回ね言葉使ってしまいましたね。はい、それですね、吉谷さんがいろいろ言われた中でね、私も思うところが結構あったんですけども、確かにね、その大学生の方が大学に行って面白くないから検索して、それである人に出会ったみたいなストーリー、すごくいいなと思うんですよね。でもね、ここから私が学べるのは、大学って入ってみないとわからないところがあるのは確かなんですけども、リサーチ不足だったってことに私だったら気づくかなと思うんですよ。きちんとね、どんな大学生活がそこで展開されるのか、そこで何をしたら面白いのかってことが決まるから、その大学を選ぶのかなと思うんですよね。
うん、それは友人関係も一緒だったり会社だったりビジネスだったりも一緒で、そこと関わったらどういうふうになるのかなっていうふうなシミュレーションを何パターンかしておくことぐらいはできるんじゃないかなと思うんですよ。これはね、その大学生の方を批判してるわけじゃないんですよ。そういった人の経験から自分だったらどうするかなってことを学ぶってことなんですよ。で、私最近トランザムの方ね買いましたけども、ここでトラブルが起きたら何をするかっていうのも決めてるんですよね。近くの修理工場に頼むって選択肢はもう、最初からないんですよ。トラブルが起きたら、その動画冊子を持ってる人に呼びかけてみるとかね。そうするとね、大体同じ車なんで、同じレプリカなんで、同じような症状が起きるわけなんですよ。じゃあそういう方に助けてもらうってことで、その人の関係が強くできますし、それからね、販売店さんにもきちんと問い合わせをして、で、自分で直していく、自分で興味を持って自分でできるような力を一歩一歩つけていこうかなという、そういう覚悟のもとに、購入に至ったわけなんですよね。多分私が国産車、レクサスとかね、なんかアルファードでもいいですよ。そういうのを買ったら、多分販売店さん任せになると思うんですよ。保証もついてますしね。で、保証を使って自分では相変わらず何もできない、車のメンテナンス全然パーみたいな感じになっちゃうと思うんで、今回はね、キャブレター車、ね、83年式のトランザムに、きちんとね、自分で一個一個愛情をかけてメンテナンスしていこうかなっていうのは新しい意欲とか発見になったかなと思うんですよ。で、そこで思った私の自己否定論は、まだやってないところがあったなと、これやってみてもいいかなと、ここに、まだできるかなの眉間の我を発見しようかなと思うんですよ。多分吉谷さんもね、この前、宝塚で会った時にバッテリーの問題とかね、他のいろんなパーツの問題とか、抱えられてたと思うんですけども、やっぱり車のオーナーっていうのは自分の車に自分で向き合っていく、自分で解決していくっていう風な、そういった力っていうのはつけておいてもいいんだろうなと思うんですよ。やっぱりメンテナンスをするとか、タイヤの交換するとか、ローテーションするとか、それから何ですかね、運行前点検をするとかね、多少のことはできると思いますし、できるようにならなくちゃいけないかなと思うんですよ。そういったことも込みで、トラブルが起きたら自分を見つめ直して、今度はこれに挑戦しようかなっていうふうな意欲に変わってきてるところかなと思います。トラブルが運気を呼び起こす、まさにその通りかなと思います。トラブルが起きるたびに自分が何をしておくべきだったのか、これから何をするべきなのかってことがどんどん見つかっていくのかなと思いますので、トラブル大歓迎かなというところでございます。